任天堂、今回はゲームキューブですよ。Wii だけど。ポケモンカンパニー、これが出るってことはね。今回ゲームフリークじゃないです。さあ、今回やっていくゲームは、ポケモンコロシアム。早速やっていきたいと思います。メモリーカードを読み込みました。一応セーブデータがあるようですけれども、私のじゃないからわかんない。今回はね、このポケモンコロシアムのシナリオモードを、途中まで初見というような、途中から初見かな、やっていきたいと思います。新しく始めたいと思います。はい、消えてよし。はい、自分の名前は、レオってのが多分デフォルトですね。ユータ・タツキ監督の名前みたいですね。まあ、ここはちょっと一応私、グラシャという名前でゲーム実況やらせていただいております。ので、ここはグラシャと入力して、早速じゃあやっていきましょう。はい、グラシャです。さあ、今回ね、ポケモンの RPG なわけですけれども、ポケモン RPG だよね。制作会社が違うってことで、だいぶ他のポケモンとは雰囲気の違う。いきなりハゲがいっぱい。ハゲがいっぱいって言ったら俺、毛刈り隊しか出れこないんだけど。めっちゃ悪い笑顔するじゃん。ハゲがいっぱい。毛刈り隊がね、いっぱい。あ、ブラッキー。いいね、ブラッキー。さあ、早速何かを奪って、エーフィーが乗っているゴッテゴテのマシンに乗って、すごいゴテゴテのマシンに乗ってるな。いいな。あー、基地も爆発させていく。用意周到っぷり。あー、エーフィーとブラッキーが風に悪い笑顔するなさあ、エアーモードが空を飛んでいく。随分とね、荒廃したというか、テキサス的な、サバンナ的な、サバンナじゃないか、荒野な感じで。どこですか、ここは。動ける。あー、もう動ける。ピータ PDA スナッチリス、スナッチっていうのが今回のポケモンの目玉ですね。グラシャのメールまだ何も届いていません。メル友がいません。寂しくなってきた。持ち物も、あ、結構持ってるね。準備万端じゃないか。いい傷薬、傷薬、毒消し、各種な、何でも直しに変換して。で、手持ちのポケモンがね、ブラッキーとエーフィー、レベル26、25って、まあ、ぼちぼち、バッチ2個、3個を手に入ってもいいような感じですね。やんちゃな性格なブラッキーと生意気な性格のエーフィー。いいですね。いいな、いきなりエーフィーとブラッキーってことはね、もう随分、EV2 匹を、あ、ハーモニカ。袋の中でなんか動いてる。怪しいね。あ、なんかもう、チンピラが、チンピラみたいなのが。いやー、食った食った。一仕事した後の飯は最高にうまかったぜ。へえ、大きな獲物をバチッチ捕まえたしな。これでボスからたんまりとご褒美がいただけるってもんだ。たまらねえな。その袋の、ごそごそ動いてる袋が獲物かね。で、あー、またすごいね。フロートだよ、フロート。かっこいいな、なんか。スター・ウォーズとか、そういった感じの。なんだ、いきなり。当局の発表によりますと、先日、エクロ峡谷で爆発炎上した不審な建物は、スナッチ団のアジトだったということが判明いたしました。スナッチ団とは、ポケモン窃盗団の一味で、かねてより指名手配してるってさ。爆発により発見されたアジトには、すでにスナッチ団の姿はなく、廃墟の実が残されていたということで、めちゃめちゃ噛むね。この間の放送だかなんだかで噛まないっていう言われてたけど、めちゃめちゃ噛みますね。はい、調査中でしゅ。あ、また動いていいですか。動いていいですか。話しかけるの大事。スナッチ団って知ってるか？今の説明で知ったよ。教えて。奴らは人のポケモンを平気で奪う盗っ人野郎どもだ。なんでもスナッチボールとかいうものでバトル中の相手のポケモンをゲットしまう。反則だろ。人のポケモンを盗むのは泥棒だぞ。あんたもトレーナーのようだが、せいぜい気をつけた方がいいぞ。そうだぞ。
マスター、おや、この辺りじゃ見かけない顔だね。まあどっから来たのか知らないがゆっくりしてきな。おう、ジュークボックスがあるよ。アジトが吹き飛ぶなんて悪いことはできませんな。私は悪いことなどしてないから何も吹っ飛びませんよ。おおお、なんだ、人のポケモンを奪うスナッチだなんて許せないね。アジトが壊れちゃって全滅したなら万々歳なんだけどさ。あんたもポケモン取れ、そうだよ、一応俺にはわかるぜ。あんたいい目をしているな。きっとあんたのポケモン優秀なんだろう。いずれ機会があったら。そうだね。お、なんかつわもの感出してるけどね。なんかスポカーンってやられないか。でジュークボックスが気になります。何もないです。だったったらー同じニュースかな。はいはいはい、2回目はないぞ。なんかめぼしい情報なかったな。おい、またまた、どうした。俺の名はウィリー。あんたを見てたら無性に勝負がしたくなっちまってさ。あんたどう見てもただものじゃなさそうだしな。なあ、一発俺と勝負しようぜ。そうか、いいよ。バトルか。かあ、燃えてきた。エンジンフルスロットルだぜ。そうですか。ブオンブオン、自分で言ってるのかな。可愛らしいな。さあ、初めてのポケモンバトルだ。ライダーのウィリーが勝負を仕掛けてきた。ジグザグマとジグザグマ、進化してもいいんじゃないか。いやー、今回のね、このポケモンコロシアム、基本的にダブルバトルで進行しますので、戦略が割と大事なのかな。呼びかけるって何？戦う、あ、逃げるがないから呼びかけるなんだ。呼びかけるってなんだ。なんか夏気が上がるのかな。とりあえず1ターン目は普通にやろう。秘密の力と噛みつく挑発横取り、とりあえず噛みつくでいっか。なんか持ってるかもしんないけどね、ジグザグマだから。念力、恩返し、リフレク、手助け。じゃあとりあえずリフレク貼ってみる。リフレクターってこれ、ああ、味方だね。これ物理に強くなったから、ジグザグマごとき猛禽プレイでもいいんだが。あてか強いわ。いやー、ジグザグマかわいいな。ひるんで、ああ、いいね、尻尾振る。あ、防御力が下がっていく。私ね、ポケモン実況やろうとしてる割にはポケモンのバトルの知識そんなに持ってないので、あまり期待はするな。といったところで、じゃあ念力を。えい、エーフィーのが早いな。そりゃそうか、ブラッキーってそんなに速くはないんだっけ。なんか特防が高いんだよね、経験値。まあ、ジグザグマだからそんなにだね。はい、噛みついていく。トレーナーの間を縫っていく可愛らしさ。体当たり、あ、これ大したことないでしょ。いや、ブラッキーがね、先に動いたら横取りとか気になるところ。ああ、横取りはあれか、別に。なんか、強化とかをパチるってだけで、アイテムを盗むわけじゃないから、いいんだ。じゃあ、ちょっと呼びかけてみようぜ。呼びかける。エフィ呼んだ。エフィ！ダメだ、聞こえてない。ちくしょう。耳を貸してくれ。ダメだ、聞こえてない。ジグザグも倒れた。まあ普通のポケモンバトルはそんな感じで進んでいくと思います。今までのいつものダブルバトルといった感じで、まあポケモンコロシアムのバトルの魅力はポケドル新しい通貨単位登場したな。まあ1ポケドル1円ぐらいのデートでいいだろう。この西にあるフェナスシティに行ってみたらどうだい。そこには俺なんかよりずっと強いトレーナーがいるから対戦してみるといいぜ。そうか。もうじゃあ、とりあえず行こうか。じゃあ、目のバイクどこ？あ、フェナスシティ、じゃあ行きましょう。水辺だからね、オアシス的な感じだね。にしても、このゴテゴテのバイク、一輪だな、しかも何気に。いやーね、このゲームキューブ作品を、リメイクなりリマスターなりしてほしいなと思う私ですけど。おい、何やってんだ、しっかり持ってってばよ。持てってばよ。
なこと言ったってこいつが動き上がるからさ、動き上がる。縄物か。いい子だからもう少しの間静かにしてな。ここから出してよ、人さらい。あ、人さらいだって。テープ剥がれたって。大声出すんじゃねえよ。あ、聞いてたよ。めっちゃ聞いてたし、なんなら当てれこしてたよ。あ、痛いでしょ、それ。引かれちまったからには仕方ない。運が悪かったと諦めるんだな。なんだよ。なんだよ、悪いな、お前らぞ。怪しい男のヘボイ。ヘボイって名前かわいそすぎないか。ゴニョニョとゴニョニョ。ゴニョニョは進化するとドゴームになるやつだね。さあ、ブラッキーとエフィ。まあ多分相手叩くとか騒ぐとかしてくるから。とりあえず殴ってりゃいいよ、きっと。念力。うわあ、いいね。ああ、一撃強いね。いいね。はい、経験値。経験値。噛みつく。はい、ガボリンチョ。ああ、いいね。ひのめ、ひのめ。もう何もさせるな。ああ、はたいてきたね。し、耳だね。ブラッキーばっか狙いやがって許さんぞ。ほらー、念力だー。恩返しとかでもよかったね。はい、ゴニョの倒れた。ポテ、かわいい。お、レベルアップ。テレッテッテレレテッテテレッテレッテ。はい、レベルアップ。はい、ヘボイには勝った。なかなかやるじゃねえか。名前の時点で負けてるからな、お前は。俺様のゴニョニョを倒すとは。レベル20そこいらだったらねえ、進化してもいいんじゃないの。なんだなんだ、一体何かどうしたんだ。ほら、ヤジウマが集まってきたぞ。俺たちは泥棒なんかじゃねえ。人さらいでもっと立ち悪いわ。あ、ヘボイのが上なのか。しかもやだ、中に人がいるみたい。もう助けてやって。助けてあげて。あ、俺動けるのね。お願い、あなたも手伝ってちょうだい。うん。もうね、手袋とかしてるとね、そういう紐ほどくとか細かいことできないんだよね。はい。紐を引っ張ってみた。だんだん緩んできた。だから、軍手してる状態でテントとか立てれないんだよね。ああ。よかった、助かった。ここはフェナスシティ、水の都、アルトマーレ。海に風が。ラティアスはいいぞ。グラシャって言うんです。あなたの名前は、あー、なに、ミレイ、アニー、チハル。多分ミレイが多分デフォルトなんだろうな。アニー、チハル。じゃあミレイでいっか。ミレイでいいですよ。ミレイ、ミレイです。よろしくね。私、隣町でいきなりあいつらに捕まって、変なポケモン使ってなかった。え、変なポケモン。いや、普通のゴニョニョだったけど。変なポケモンって何さ。まあ、今後分かってくると思いますか。市長に相談してみるといい。だいたいこういうゲームの役職とか偉い人ってだいたい悪いやつだよね。まあ、本当にいいやつもいるんだけど。え、やだ。もう分かった分かった。なんかループ入りそうだったから。不じゃないが、しばらくの間よろしくお願いします。ミレイが仲間になった。タタラタラタラ。そっちで用意してたのね。タラララララタ。あー、ついてくる、ついてくるよ、ついてくるけど、ついてくるけど、こっちのお茶目な行動にはそんなに付き合ってくれない感じだな。ちくしょう、おじいちゃん。ポケモンバトルビュー。おお、何？いきなり戦ってくれんの？やろうぜ。ほがらかおじいさんのランドーが勝負を仕掛けてきた。ビータースマイル。ランドーはお立ちと方法を繰り出した。なんか序盤のポケモンって感じだね。レベルが中途半端にあるから。エイフィーのが多分後輩なんだろうな。さあ、噛みつく。もうガシガシやってていいと思うよ、まだ序盤だから。念力、はい、バーン。あ、
あー1ミリミリ残し、じゃあガブってやってとどめよう。ドッカーン。ポテ。さあ方法だ、ミヤブルとかしてくる。あ、催眠術、鬱陶しいことしたね。あちゃんと目閉じた、かわいい。これさあ、これで呼びかけたら起きないかな。呼びかけるのシステムまだ分かってないな。おー起きたいいね、眠り怖くないね。あと硬いな、もうつつく。えいや、もはや体当たり。よし、引き続き秘密の力が地面タイプとかにならんかな。恩返しは物理です。あー、試すまでもなく秘密の力何タイプになるの、わかんねえ。秘密の力ってなんか場所によってタイプが変わるんだったと思ってるけど、うお、これは1本取られたわ。800円、800ポケドルもくれた、ありがとう。なかなか骨のある若者じゃ、まるでわしの若い頃そっくりじゃ。あーマジで、おじいちゃん若かった頃すごかったんだね。さあじゃあこのフェナスシティをちょっと探索していきましょうか。このうん、あー、スナッチランの本拠はもうちょっと遠くにあるけど、パイラタウンには悪いやつがいっぱいいるんだね。そうだね、テレビ東京とかがね、テレ東系列がアニメをやってるはずだから。あ、なんだお前、あポアルンか、これ珍しいポケモン持ってるな。おお、そこの、いやいや、これはさっきのお似合いくんたちじゃないか。どうだい、少しは。いや全然。そうだ、ポケモンのことならトレーニングセ、トレーニングセンター、トレーナーストレーニングセンター、略してトレトレ、トレクルみたいな、の町の高台にトレトレがあるだな。いや、ハーモニカが軽快だね。 PC ってあるか、ポケモンセンターのことぽいな。タラタタン、懐かしい、ルビサファの時のポケモンセンターだな。懐かしいな。え、あ、レポートがどこでも書けるわけじゃないんだね。フェナスの地図。へえ。え、これで、あ、ポケモン預かり、道具預かり、レポート。あー、レポート。はい。じゃあもうあのね、この仙台のやつを上書いて、仙台も26分とかしかやってないけどね、今回の収録でサクッと抜けてくんじゃないかな。ちょっとね、ちょっと傷ついたエイフィーとブラッキーを回復してください。はい、あ、よかったね、無料サービス、まあ、有料だったら困るけど。はい、今回あのクリアしたことないゲームなので、縛りとかそういったことは何も考えてないのでご安心ください。縛りがあると思っている方はご了承ください。普通にやるだけで難易度が高いと聞いてるので。地下にもあるぞ。お、あー、準備中。え、何この地下にも同じことがあるけど、あれかな、歴代でいう2階には通信コーナーがあるよ的な。さあ引き続きフェナスシティ、あ、ショップまだね、ポケモンセンターとショップが。どうした、なんかお前ちょっと風邪っぽいな、体調悪いのか。なんかあるよ、アイテムがあるよ、アイテム取りてえや。とりあえずショップ見ていこうぜ。モンスターボールいっぱい買おうぜ。まあ、ポケモンいっぱいゲットしてんだ。まあこのゲームポケモンゲットできないって聞いてるけど、野生がいないらしいんだよね。ガチャガチャ？ガチャガチャあるね。フレンドリーショップ。わ、ボール売ってねえ。ボール売ってないじゃん。じゃあちょっといい傷薬ちょっと買っとこうぜ。はい。
2階には何がある？おう、眠りの時は眠気覚ましだけど呼びかけると目を覚ますからそっちのがお得。あ、じゃあこのチュートリアルの前にやってたわけだね、呼びかけると起きるっていうのは。野生のポケモンゲットするにはモンボが必要だが、知っての通りこの辺りに、ね、野生のポケモンがいないだろう。だから必要ないのでモンスターボールだけ売ってない。これも常識。マジか。え、じゃあ何、モンスターボールないから俺このエイフィーとブラッキーでチャンピオンを目指さなきゃいけないのか。で、あ、バフ系だね。スペシャルアップとか買っといてもいいと思うけどね。なかなかポケモンバトルでね、あ、そのバフアイテム使ったことないからいまいちわかんねえんだけど。1段階2段階シリーズによって違うのかな。さあ引き続きフェナスシティ探索してるわけですけれども、優秀なトレーナーになるための旅、それともポケモンとの出会いの旅。ああ、いいね。俺もね、ちょっとちょうどこの間までガラル地方の旅を飛行タイプと一緒にやってたからね。ここが市長の家。これは何ですか。いい傷口。あ、買わんくてよかったな。ここが市長ね。じゃあここ最後だな。あ、プリンがいる、プリンがいる、プリンがいる。くれくれくれ、そのプリンくれ。知らんけどさ、スナッチ団の足とか爆破され、あー、なんかそれは知ってるわ。一体どこの誰がやったんでしょうね。教えてやるからプリンをくれないか。もしくはプリンの生息地を教えてくれないか。ここはジムかなんか。あ、スタジアム。あー、もう何やってないの。すごい水に、水の満ち溢れた。優勝したらもらえる技マシンはポケモンにすごい技を覚えさせる重要なものなんだよ。そうだね、一回しか使えない時代だからね、貴重だね。どこまで見たかわからなくなっていく。あ、この人まだだ。平和だったこの町も最近物騒になってきた。パイラタウンに住んでるゴロツキがやってくるようになったから。ああ、ジグザグマン、グオン、強そう。その帽子の感じがセレナっぽいな。あれ、カツラさん、カツラさんじゃないか。お、先々代の市長が自ら開拓し水を引きこのフェナスを作った。おー、すごいね。市長いい働きしたんだね、先々代の。先々代か。てか先代、先々、先代、今代とだんだん、あー、フェナスシティ出ちゃった。だんだんね、ボンクラになっていく可能性がストーリー的にはありそうだけど、この市長は一体どうなのか。そしてここはこの真ん中の目立つ建物。ああ、トレトレ、トレトレに来たよ。おお、いい BGM だね。正義、少しバトルで鍛えていくかい。真ん中に、バトルするっていいな。俺もベンベンベン、おう、めちゃめちゃ噛むな。ピカチュウ書いてどうした。あ、バトルする感じですか。まだストーリー何も始まってないまま25分とか経ってるけど。あー、違う、真ん中の人に話しかける。はい、あー、ここか。おお、それでは始めよう。全部で4人。いきなり4連戦。おお、おお、エリートトレーナーじゃん。しかも見た目がクサタイプのポケモンとバトルをしたいなら僕が相手になってあげよう。おお、クサタイプ。エリートトレーナーのプランツが勝負を仕掛けてきたぞ。プランツ、
ヒマナッツと羽根っこなんかすごく種族知能低そうなポケモンがやってきたな。種族知って今にすごく言いにくいな。さあ、じゃあまあ特に恐れるようなこともないのでガンガン殴っていきましょうか。念力へ、ほらさすが種族知が低すぎるポケモンヒマナッツ。エイフィーがそろそろ進化しねえや、レベルアップしそうだな。おお、急所いい、あー急所耐えてくる。羽根っこ、あーでもひるんだ、あいよいしょ、はい、はい、レベル26。はい、エリートトレーナーのプランツとの勝負に勝った。なんだ十分強いじゃんか。810ポケドル、810ポケドル、はーい、ガシャン。あーもうどんどんやろうか。じゃあ次の相手は、はい、なんかその子的な髪型の水タイプならこの人、エリートトレーナーのマリンが勝負を仕掛けてきた。マリルとアメタマ、あマリル、マリルかわいいな、アメタマもいいな。なんかねアメタマはなんかあれだね、ポケモンポケスペの影響で悪いやつが使うってイメージがなんとなくあるけど、まあアニメじゃ全然そんなことはないけど、はい、まあもうやることは一緒です。お、混乱していくね、いいね。はい、噛みつく、はい、ガブッと、お、耐えてくるね、かわいいな泡攻撃、おー、もうちっとも痛くないぞ。あ、両方に攻撃するんだね、泡って。さあ、ピヨピヨしてるぞ。あ、水鉄砲当ててくるね、なかなか信頼関係できてるんじゃないの。はい、どうお、高速移動なんて積んでる場合か。素早さグーンと上がっていく。噛みつくってなるべく先手で出したいよな。秘密の力はな、泡ってなんだっけ、素早さが下がるんだっけ。はい、はい、勝った。水タイプバトルを極めるために今日からまた練習だ、頑張ってね。雨モースになったらまた戦おう。ガシャン、ちょっとここで一回、またこれ残りの2人大丈夫だよね。連戦4連戦をまた途中からじゃなくて、途中からとか言わないよね。一旦ここでパートを区切りたいと思います。パート1、ポケモンコロシアム始まりました。一体どんなストーリーが展開されていくのか、スナッチとは何なのか、これから分かっていくと思います。ではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。